はい、どうもこんにちは、森本です。今回は視聴者の方からいただいた質問に答えていきたいと思います。で、今回いただいた質問がですね、オートマチック車を運転する際、えっ、ー、と、減速するときにですね、シフトチェンジ、例えばセカンドギアに入れてエンジンブレーキを効かして減速するのはいいのかどうかということなんですけれども、これはの結論から言いますと、この運転の方法は特に問題はありません。この運転の方法はですね、 あの、メーカーのホームページとか見ていただくと書いてあるんですけれども、推奨された運転の仕方というふうに書いてあります。でまあの、オートマチックの構造からしてもですね、特に問題ない運転の方法だと思います。えっ、ー、と、まあ、特にですね、一番使ってほしい場面というのがありましてですね、長い下り坂を走る際は、あの、オートマチック車のオートマチック車だと、どうしてもエンジンブレーキというものが効きにくいので、 ついついあのフットブレーキ、足で踏むブレーキを多用しがちになります。で、長い下り坂、ずっとフットブレーキ、ブレーキをかけっぱなしでいると、ブレーキ自体が加熱をしてですね、フェード現象とか、ベーパーロック現象という現象が起こりましてですね、ブレーキが効かなくなる、まあ効きにくくなるとか効かなくなるということが起こります。このフェード現象とかベーパーロック現象というのは、 まあ、あの、ググっていただければすぐ、あの、出てくるので、まあ、ここではちょっと説明は割愛するんですけれども、そういうことが発生しますので、ぜひね、あの、長い下り坂を走行する際は、シフトを落として、まあ、セカンドとかのギア入れに入れていただいて、ぜひエンジンブレーキを対応していただきたいと思います。あの、まあ、普段、街中を乗る分はですね、特にあまり気にしなくていいことだと思います。まあ、ドライブで十分、あの、 街中を走る分は対応できますので、もしあの長い下り坂とか、そういうとこを走行する際は、ぜひあのシフトを落としてエンジンブレーキを効かすということを覚えておいた方がいいと思います。街中でまあ使う分にはですね、特にシフトを落としたからといって、燃費が向上するとか、うん、車を傷めないとかそういうことにあんまり繋がらないと思いますね。まあ燃費を言うんだったらば、 まあ、アクセル操作とかそっちの方が重要になってきますので、まあ、ここではそこまではあんまり気にしなくていいかな、っていうふうには思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、視聴者の方のかい、あのー、視聴者の方の質問に回答させていただきました。えー、ということで、今回の動画は以上になります。よろしければ、チャンネル登録と、新着動画やライブ配信の情報を知りたい方は、ベルボタンを押して、通知設定をオンにしてください。最後までご視聴。 ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら